い、ではアサリの砂抜きをします。まず塩水を作っていきます。 500ml に大さじ1の粗塩を入れて溶かしておきます。 3% の塩水が一番砂抜きに適していると言われています。よく溶かします。そしたらアサリをなるべく重なりがないような容器に入れてください。平らにねすることがまずポイント一つです。で、先ほど作った塩水を注ぎ入れます。はい、このくらいよ、ちょっとよくわかりますか？ちょっと見えています。完全に浸かりきってしまうとアサリが酸欠になって上手に砂を抜いてくれないので、気持ち見えてるぐらいの量に調節してください。なので全量入れる必要はなくって、ご自身の容器に合わせた塩水の量を見極めてください。塩水を入れたらホイルなどをかぶせて中を真っ暗にしてください。砂の中にいるイメージをアサリに持ってもらいます。そして部屋の中でもちょっと涼しそうなところを見つけて、そしてあまり明るくない場所に約1時間から2時間置いて砂抜きをさせてください。あと潮干狩りに行ってきたアサリというものを砂抜きする場合は約半日ほど砂抜きが必要になります。はい、2時間経ちました。開けてみます。おー、息してるの分かりますか？ほらほら、で、たくさん汚れを吐き出していますね。ぷくぷく元気に生きていますので、この砂抜きは成功したということになります。はい、上手に砂抜きができたら次は洗っていきます。で、ガサッと乱暴にやるとアサリがびっくりして吐き出した砂をまた吸い込む可能性もありますので、優しく水の中に入れてください。こちらは真水です。塩分を測った塩水につけることによって上手に砂を抜くことができます。はい、抜けました。はい、では洗っていきます。このね、殻の周りにも意外と汚れついていますので、ここ丁寧に、ポイントはアサリとアサリをこう擦るように洗ってください。みるみる水が濁っていきますよ。もうね、結構こうデコボコしているので、このアサリとアサリの殻で擦り合わせることによって、まあ、たわし代わりといいますか、手でこうやってやるよりも上手に汚れを落とすことができます。ほら見てください、こんなに汚れが出てきました。この作業を 2,3 回水を取り替えて行ってください。はい、2,3 回ね、水を変えながらよく洗いました。見てください、もう汚れていませんよ。この汚れてない状態を確認したら、はい、アサリの砂抜きの完了です。砂抜きしてすぐ使わない場合はこうやってポリ袋などに入れてよく空気を抜いて、しっかりとこう抜いて冷凍することができます。冷凍すると約で冷凍庫で1ヶ月持ちますので、そしてなんといっても冷凍するとアサリの旨味も倍増しますので、ぜひね、冷凍アサリもお楽しみください。フライパンにバター、刻んだニンニク、はい、火をつけます。中火ぐらいですね。バターが溶けるまで待ちます。あー、いい香り。ニンニクの香りがしてきたらアサリを入れます。バターをなじませたらお水と白ワインを入れます。で、沸いてきたら蓋
蓋をしてアサリがパカッと開くまで待ちます。はい、では見てみましょう。わー、美味しそう。これで完成です。